はい、皆さんこんにちは。フォーゲーマインシップのレッチです。今回ですね、サマンドボーでやっていきたいと思います。今回もちょっと、ゲーム画面のみでお送りしたいと思います。で、今回はドルングヘイヤっていうのが来てまして、新しい神の権限ですね。なんだこれ、呪滅竜、ティルファングですかね。呪い、この前あれ当たったんですよね。なんだっけな、アヌビス当たったんで、ぜひともこれは手に入れたいところで、今回のパーティーなんですけど、ランスロットですね。HP タイプ HP2 倍のダメージ 30% 軽減で、グランスラスター、ラージボーグ、シャマッシュっていう、もう完全ベタベタ HP の、残り HP でスキル打ちまくるぜっていうパーティーです。というのもですね、まあちょっと早速行くんですけど、ターン数ハテナハテナってなんだ、ないか。というのもですね、師範代のコツみたいなので、まあ、近寄るなとボスに。お、ダウンロードが長い、ここ飛ばします。はい、ということですね、今終わったんですけど、敵に近づくなと。なるほどね、エリアごとにあれが決まってるんですね、ターンの終わりが。これそういや、キャラクターを壁向く使いたいな、キャラクターをちゃんと配置せずにしちゃったな。被ダメージはそんなに高くない、まあ 30% 減もあるっていうのもあるのかな。ここにいれば多分とりあえずこの騎士たちの攻撃は基本的にスキルがだって硬っ、マジか。じゃあどんどん打っていきます。で、ランスロットをかなり鍛えてあって、スキルマーにした上で、ソウルも HP マックスまで振ってますし、かなり強力なはずです。ダージボールが無駄にダメージ食らうな。まだ今んところ別に大丈夫かな、そんな気にしなくて。でもこのエリア16ターン、やばい、スキル食らう。このエリア16ターンってそんなにあれなのかな。ひー、稼がれる。攻める。持ち越せるのかな、次のターンに。でもそしたら全体の残りターン数は変わんないかな。でもそこであれ、しっかり、なんて言うんだ、その場でクリアしないといけないから、多分残るような気がするな。これでよかったのか。むっちゃ回復する。まあ、HP2 倍で、ダージボーグのハートアップもついてるから、っていうのもあるのかな？どんどん取ってこう。あ、間違えた。自分だけで回復せんわ。残り12ターン。まだ余裕あるかな。ここはちょっと様子見で、スキルは使わずに行きます。やばそうだったら使います。下降りてきたらちょっと嫌だな。それはマジでいけないっしょ。シャマシが溜まった。これとりあえず回復は大丈夫そうですね。さあ何、あ、なんだっけ、ミーレス先制攻撃、闇の波動出たよ、反射。もう大嫌いっていうか、このパーティーだと最悪っすね。とりあえずじゃあ寄ってくるのを待ちましょうかね。まあ、最悪なんだこれ、攻撃アップに回復アップ、恐ろしい。どうしようかな。とりあえずスタン狙っていこうかな。寄ってきて矢印が変わることを祈りつつ、スタン狙いでいきます。結構避けられる。5ターン耐えなきゃいけないのか。食らう、めっちゃ。これだってあれやってますからね、なんだっけ、ランスロットのスキルで 30% 減して一撃1700ってやばいっすね、これ。でもスキルは打ってこなさそう。六方さん動かしたくないな、こっからこいつ。ちょっとシャマッシュに耐えてもらおう。あと2ターン、スターンはほぼ入らなそう。うーわ、むっちゃ食らう、これやばい。いやでもこれでいいや。で、次のターンで一気に、とりあえずランスロッター進みますかね。相手の残り HP がよくわからないんで。うん、結構いける。
あとは削り切れるのかなこれ。うーやばい、これめっちゃ食らうわ。どうしよう、シャマシの回復使っちゃおうかな。でも残りターン数も結構パツパツ。攻めよう。回避がある分ちょっと怖いな。やっぱ四方攻撃、最後スキル使ってくるか。いやーちょっとだけどなー。いやーまあいいや、ランソルタすぐ溜まるし使っちゃおう。シャンソン使ってくれよかったな。まあとりあえずここは結構全力でいかないとやばい気がしますね。 30% 減で一撃1700だから、1.3 倍、まあ2500とかなのかな。うわなんだここすごいな。どうしよう、ダージ防具盾だしな。とりあえず回復しよう。でランスロットをぶち込みつつの、いやでもこれあいつレッドドラゴン突っ込んできそう。よしそれならいいや。でもう一体いるのか、もう一体いるのか。シャマシはどうせ食らわないから攻めましょう。これランスロットめちゃくちゃ活躍するな、このステージ。こういう考えると、あいつらも倒しよう、あいつも倒しよう。でこれは倒せる、倒せないか。うわーどうしよう、迷うな。あそこ陸があるのか、陸があってもなあ。とりあえず回復しておきましょう。ハートアップあるんで、まあもしかしたら新しく出るかもしれない。これ倒しきりたい。うわーどうしような、迷うな。こうしましょうか。ダメか、嘘、何まだ、食らいすぎじゃない、やばいやばいやばい、嘘でしょ。グランスラスターめちゃくちゃ減ったけど、どういうことだろう。もうこうなっても決めるしかない。あぶねえ、グランスラスターが死ぬ。何あの毒マジで、何だったんだろう。めちゃくちゃ減った。うわーなんだここ。どういうことだ、オギオラプロデューサー。これおかしいでしょ、こうなってくると。でちょっとやばいんでもう回復します。うわこれやべえなマジで、どうしよう。まあとりあえずこれでいくか。はい、これやば、どうしよう。まあランスロットで頑張るしかないの。あでも属性が分かれてんだちゃんと。これダージボーグ使っちゃおう。もうこれはあの出し押ししてるあれはないですね。せい強いなー。てかあの雲海峡、雲海峡忘れちゃった、あの鏡のやつ、あれがなんかリフレクションっぽい感じがありそうで怖いんですけど、まあ、ランスロットガンガンいきます。攻める、しかもピクシー1しかダメージ入ってないけど。うわ9コンボは痛い気がするよ。いやまだ耐えれるか。あそうか、もともとあれか、このパーティーだと HP 攻撃倍率がかかってないんで、あんまりアタックでかけない方がいいのか。そしてあのうわーなんだこれ、うわ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 なんだこれ、やめて耐えろ、よし。でも今回のパーティーは成功だった気がする。雲海峡が多分リフレクターしてくる気がするんですよね。次、あやべやべ、いい顔しちゃった。なんでランスロットピヨンないかな、怖いな。お願いだからピヨンないで、ピヨったら結構ピンチ。セーフ、ここでもうあいつを落とします。で多分ピクシーもよしよしよし、いいぞ。でピクシーが回復してくる気がするんですよね。それがちょっとね嫌ですね。ダージ防護回復したいところですが、攻める、これ結構めっちゃ回復する、ほぼ全開。あーやばい、とりあえずどうしようかな。
上来ないよな、多分。一匹だけリザードを残したい。てか、めっちゃ食らってないか、ダージボーグさん。もう怖いから倒そう。倒せねえ。めっちゃ強いやん。やばい。あ、よしよし、スライドした。これ、ダージボーグなんでこんな強いの？なあ、ダージボーグじゃない。ピクシー。全然ダメージ入らないし。溜まるまで待つしかないか。そろそろやばい。抜け出そう。え？びっくりした。やばいなこれ。あ、そうきます？よし。よし、いいぞ。で、この黒いリザードマンだけ残して、てか倒せねえ。残して、回復したいんですよ。あれでね。シャマシュで。となると、ダージボーグ下にずらし、次のターンでダージボーグ下にずらして、多分あいつら出てこない。出てこない。こうですね。で、次で、ダージボーグも一緒に回復しつつ、ランスロッツのスキルで1も大事にしましょう。シーン。これでどうだ？ドン！しゃあ、いいぞ。来た、ボス。あー、これ、溜めとかよかったな、シャマシュ。で、寄っちゃいけないんですよね。悪夢の始まり。1チェンジ。悪くない。で、多分、エンハンスもかかってないんで、一気に攻めます。ドン！つえぇ！つえぇよ。なんとか味方の HP を確保しつつ、ん？そんなに強くないな。救命！これ絶対 HP 吸収してくる。これ絶対 HP 吸収してくる。そんな気がします。なので、動いてくると厄介だな。でもなるべく被ダメージを抑えたいんで、第一案。こっちにずらすと、多分、このティルファングは上か右に来るはず。なるべく寄せたくないんですよね、こっちのに。なので、下寄ってくるかな。右下に来る可能性もある。まあ、その時はその時だ。上に来てくれたら嬉しい。え？いやー、めっちゃ食らう！あ、全然吸収されんかったわ。全然されませんでしたね。妄想でした。三歩暴圧、まあ。とりあえず離れよう。ね、それがいい。とにかく彼から離れた方がいい。いいぞ、ランスロット。近づくな、彼。何ですか？カウンターですよ。来た。衝撃。まあもちろん近づくつもりは毛頭ない。やばい。これ、右来られたら厄介ですね。厄介だ！反映？あ、まあいいや、これならいいか。せい。そう。で、このパーティーのあれは、味方が削られると、どんどん、この呪縛。なんだろうな、これ。呪縛だから、なんだろうな。爪！貫く爪。いや、予測できないですね、これは。でもさっきの技は上だったんで、上はないと見た。上はないと見た。上はないと見た。下落ち、右かな？左か。よしよし、いいぞ。左下に来る。あー、右の矢印もあったのか。とどろき。斜めってくるかな。いやー、なるほどね。上下。救命はさっき見ましたね。見ましたね、さっき。斜め。なんですけども、カウンターが怖い。でも1枚いくつも食らうので、カウンターの真下のかな。ちょっと読めないですね。
一応言ってみましょう。どれほどのカウンターか。むっちゃ食らう、やばい。手が斜めだった、ここ。あちゃー、やってもたん。防圧は右だったかな。さっき防圧見てますよね。動かれると困るな。シャマシャでも逃がそう。やばいな。そう、このパーティーの、まあ、弱点、え、見てないじゃん。あ、いやいや、これならいいや。弱点というか、あんまりこうよろしくないのは、味方がどんどん削られていくと攻撃力も比例して下がっていくんですね。残り HP に攻撃力が依存してるんで、これ普通にいけそうだな。下矢印ない、逃げる。え、なにこれ。はぁ、そんなのありと見せかけてからの、あざっす。え、なに今の。ってことはピンチなやつほど、おい、やめろやめろ、とどろき。うわ、これヒッ、あ、オッケーオッケー。ピンチなやつほど、あ、やばい、カウンターあった。うわ、最悪、やばい、これいけると思ったのに忘れてた。ダージボムじゃなかったな、これ外すの。やべえ、マジでやばくなってきた。絶対いけると思ってたのに。うわ、マジやばい、どうしよう。逃げるしかない、カウンターが怖すぎる。残り2ターンまで粘っても多分ダージボブのスキルじゃつけれないし。うわー、マジかー、ランスロットお子さんだったな。さっき残しとけばよかった。あー、そっち来ちゃダメなんですよねー。と衝撃、いいや、距離取って、これ2ターン打ててまだ2回でしょ。スタン取りに行った方がいいのかな。とりあえずまずと、どれぐらい入るのか。半分削れればきっと勝てる。来い、やべえ、これ勝てないかも。またこれかよ、これ HP マックスにした状態でもいけるのかな。不安でしょうがない。うわー、マジかー、これやばいなー。うわ、やばいやばい、ごめんなさい。うーわ、もう最悪。トトロキは、あ、よしよし、斜めならいいや。あ、上下ならいいや。うわー、どうしよう、これやばいな、ほんと。カウンターとあれはほんと要注意ですね。9目は斜めかな。そうですね、右に来ても斜め来ても OK。 なんとか回復したい、なんとか回復したい。隙があれば攻撃も加えたい。これでいいや。まず回復かな。回復して、あー、待たせた。あーね、同じこと繰り返してる。衝撃。衝撃は上か。右来ても左来ても大丈夫。攻める。スタンは無理だな、これ。いやでもランスロットは、あ、来た。これでも逆に回復するのか、これで。あざす、むっちゃ回復するでしょ。特にダージボーグなんかもう偉いことになる。ヤッホー。じゃあ回復はギリまで待とう。ダージボーグが打てるようになるまで待とう。マジか、夢の初見濃紺が。あー、行きたくねー。いやー、行きたくねー。でも回復するもんな、どうせ。いやー、移動量、移動量じゃないんですよね。9名は斜め、斜め。
あの別にどこに行っても大丈夫か。回復残り1ターンで回復すれば。風圧。右下に来るような気がする。で回復して攻めればいいか。衝撃。でもあの反転来たらマジ怖いな。反転来たら本当怖い。攻めるしかないこれは。いや上来るかな。上来ちゃうかな。行こう。右に来い。右に来い。右に置いて。来ない。うわもうこれ来ちゃったじゃん。マジか。タイミング悪っ。どうしよう。これもほぼ無になるでしょ、HP。ミスったー。マジか。これいつ来るんだろうな、次。ノーダメージで回避続ければ、全く同じになるはず。待つしかない。それしか私には勝機はありません。いやーマジかー。救命の斜め吸ったらやばいぞ。上しかないし。来い頼む。あのひっくり返るやつもう一回だけ来てお願い。来る気がしねー。頼む。今もう一回来たところでやれるのかどうかも分からんけど、これで次来なかったら終わりだ。いやもう終わりか。これ相手の攻撃が終わる。うわマジか。遅いんですよ来るのが。うわマジか。チキショー。タイミングずれたな。いやこれいけますね、まあ、一応コンテにしますけども、ここまで来ちゃったんでね。ワンコンですねとりあえず。でもこれ絶対ノーコンいけます。チキショマジかよ。23分の激闘。右上来るかな。でこれランスロットが活躍しすぎますね。そしてすげえスキル使ってくるな。あれちょっと感動を覚える。ランスロットさんって何パーセントなんだ。40か。ラージボールと一緒なの。よしとりあえずワンコン。でも一旦これは初見ということで締めるんですけど、OK 挑戦します。で多分それも動画上げると思いますんで確認してもらえればと思います。ティルファング、アシストタイプ、バランスのアシストタイプですね、まあ、僕の中では、あ、やべ、ちょっと見てみましょうか。僕の中では呪いが BPP が来てる、まあ、0時過ぎたところなんでね。はい、ということでですね、ティルファングこちらですね。チェーンスキル縦1列と周囲20倍なんで、まあ、最大ボスで3マスですかね。3マスなので60倍ですかね。60倍でダメージトラップも設置と。で闇属性の味方1点、これ進化すると 2.4倍でダメージを 25% 減減。まあまあまあ攻守に優れたいいリーダースキルかなと思います。あんまりそんな突出した特徴は、あ、といえばまあ呪い攻撃ですかね。呪いがまあ冒頭でも話したようにアナビスに入ったんで呪い系の攻撃欲しかったんで、ちょっとこれを使ってみようかなと思います。はい、ということで、もう一回いや挑戦してそれも動画上げたいと思います。はい、ということでですね、今回の動画は以上となります。ティルファング新しい権限、プレイ初見はワンコンでした。ノーコンいけそうだったんでね、ちょっとショックですけど。はい、それではまた別の動画で。バイビー。